米男子ゴルフシニアツアツー全米シニアオープン選手権最終日、2024年6月30日、米ロードアイランド州ニューポート CC、7024ヤードパー70。悪天候により順延された最終ラウンド残りが行われ、首位から出た藤田博之、55イコール、桂木 GC はプレーオフの末に優勝を逃した。通算13アンダーで並んだリチャード・ブランド。 51イコールイギリスとのプレーオフ4ホール目で惜敗13年全米プロシニアでの井戸気候期に続く日本勢2人目のシニアメジャー制覇はならなかったが快挙にあと一歩に迫った55歳の強さのゆえんを師匠の芹澤信男64イコール TSI グルーブスポーツが語った藤田には絶好のチャンスをものにしてほしかった敗因を挙げるとすれば 飛距離があとと。少し足りなかったこと最終ラウンドは風向きが真逆になり、藤田のパワーでは18番パー4を2打で乗せられなくなっていた。雨で競技が順延となったことも不運としか言いようがない。逃げる立場からすればその不運、プレッシャーは大きくなる。4日間ですんなり終わっていれば結果は違っていたはずだ。本人から、本当に残念で悔しいですと連絡があったので、 不運だったけど大健闘だったよと伝えた。55歳にこれ以上の飛距離を求めるのは濃く。それよりも自分のスタイルを変えずにメジャーの大舞台でここまで戦えたことに胸を張るべきだ。若い頃は賞金王になるとは思いもしない選手だった。だが、アプローチとパットを磨き上げしぶとくプレーするスタイルを身につけた。30代後半からメジャーに出るようになり、 世界を意識してトレーニングにも力を入れるようになった。技術面でも妥協せず高い球を打つ努力を重ねた。その向上心には頭が下がる。今回はコースがイギリスのリンクス風で、低い球で手前から攻める藤田には合っていた。メジャーの舞台には国内外を問わず強いこだわりを持っている。今週の日本プロも予選会を突破して出場権を得た。連戦の疲労はあるだろうが、 引き続き続検討を期待しているプロゴルファープレーオフ4位1目でパーパット外す日本勢2人目の栄冠はならなかった藤田は初日からの勢いがかげりプレーオフで力付きトロフィーを持ち帰ることができなくて残念と悔しがった前日から一転して晴れ間が広がったが風向きが逆になり環境が変わった再開した11番から2連続ボギーなどリードを吐き出す プレーオフ4ホール目で約6メートルのパーパットを決められず、勝利がこぼれ落ちた。日本ツアー18勝のうち12勝は40歳を超えてから、12年に43歳で初の賞金王に輝き、中年の星と呼ばれた。